こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ポーランドにありますエルブロン運河をご紹介いたします。まあ、ポーランドお好きな方でもですね、あまり聞いたことがないということだと思うんですけれども、まあ、今回それをご紹介いたします。ですね、まずエルブロン運河どこにあるのかということなんですけれども、このポーランドがありましてですね、真ん中この首都ワルシャワですね、で北の方にですね、この赤いマークがあると思うんですけど、ちょっとバルト海にもかなり近いところなんですけども、そこからちょっとこう青色のですね、こう、ルートが引っ張ってあるんですけども、その間約80キロ、この80キロの間がエルブロン運河となっているわけですね。これもうちょっと拡大いたしますね。そうしますとですね、こういうふうに見えてですね、この上の方の北の方にあるのが、ドルジノ湖、まあ、湖ですね、ドルジノ湖というのがありまして、下の方にですね、これですね、ここはまあローマ字しか書いてないんですけれども、これイエジョラクというものですね、イエジョラクという湖があります。で、この間が約80キロぐらいなんですね。で、車で行くと大体1時間ちょっとぐらいなんですけれども、まあ、そこをですね、まあ、エルボノ軍らしいこう船で行くもんですから、大体4時間から4時間ぐらいかかるようにゆったりとした、今のスピード自体とは全く関係のないような旅なんですね。これを写真を見てください。これ上の方にですね、こう運河がこう来ているのが分かりますよね。下の方にもですね、こう運河があって、こう船が浮いているのが分かりますよね。ここ運河じゃないですよね。緑色になってますよね。で、この船どうやってここを通過するのかって、まあ、ここがエルブロン運河のですね、面白いところでもあり醍醐味なんですけれども、これもうちょっとよく見てみますとですね、まずこういうですね、まあ、最新鋭とはとても言えないようなちょっとこうのんびりとしたような船で、皆さんこう運河を楽しまれるわけです。でですね、少しこう運河を走っておりますと、こう目の前にですね、もう陸地が見えるわけですよね。ここでちょっとこう大きな機械を横を通ってですね、そうするともうこうどうするのっていう感じになるわけですよね。その時にね、何が起きるかというと、水陸両用船が登場するわけではないんですね。これはですね、こういうふうにですね、船がレールの上をこうずっと走っていくわけです。でも実際船が走っているわけではなくて、この台車に乗ってるんですね。これ台車ちょっとこうご覧いただきますね。こういう台車なんですね。で、こういう台車に乗ってですね、その船がこの坂を登っていくわけですね。今ご覧いただきましたように、坂を登るのもあれば、当然こう往復で運行してますので、下るのもあるわけです。で、実際にこの船がですね、この台車の上に乗っている写真というのがこんな感じなんですね。まあ、皆さんこう船の上に乗られてますけれども、船が台車に乗って動いている時というのは本当に歩くようなスピードなので、当然その乗ってらっしゃる方もいれば、降りて船がこう歩いているこの船が歩いているじゃないですね、船がこう巻き引き上げられているその台車を見ながら一緒に歩いていらっしゃる方もいる。お子さんなんかはだいたい降りて走っているこういうケースが多いですけどね。まあ、そんな風にしてこう上がっていって、それでまた下っていって、そして運河の方に届くと、まあ、上がったその先にまた運河があったりするわけですね。エルブロン運河の場合にはですね、一番低いところと一番高いところ100メートルの差がありますので、そこをこういう風にしてですね、パナマ運河みたいなやり方ではなくて、陸地に線路を引いて、それを船を台車に乗せて、その広を引き上げるという、そういう方法をやっているんですね。こういう方法をですね、インクラインっていう風に呼ぶんです。まあ、こんな言葉は覚えなくてもいいです。覚えてほしいのはエルブロン運河ですね。でですね、こういう風な大きな機械でですね、こうだから坂を登るときはこうワイヤーを巻き上げるわけですね。その台車についているワイヤーですね。で、逆にですね、同じ方向、逆方向もありますので、往復ですので、こうワイヤーを緩めることで、その台車をですね、こう湖の方にこう下ろしていくという、まあ、そんな感じなんですね。でですね、こういうそのケーブルを引き上げるの大きなものもあれば、まあ、水の中に水の運河の中にですね、設置されているこういうような機械もあるわけです。でですね、このエルブロン運河の最大の特徴というのは、実は先ほどご覧いただいたような赤い歯車とか、この青い歯車、こういった機械がですね、全て19世紀にできた機械なんですね。19世紀というのは1800何十年代っていうことなわけですね。まあ、日本で言えば明治維新ですね、江戸時代が終わってちょんまげがなくなって、明治維新が始まって、まあ、した頃、まあ、その頃にできた機械が今でも、まあ、もちろんメンテナンスもしてますし、多少部品も交換してるとは思いますけれども、まあ、使ってるわけですね。まあ、何年か前にですね、数年休んで全部の機械のメンテナンスをしたので、まあ、運行しながらしていない時期というのは 2,3 年あったんですけど、今はもちろん元気にエルブロン運河はこの船は運行しております。でですね、今回このポーランドのエルブロン運河をご紹介したのはですね、実はまあ結構お問い合わせが多かったんですけれども、実はこのエルブロン運河というのはですね、実は5月から9月までしか運行してないんですね。まあ、この区間ですね。でですね、ポーランドというのはですね、都市部を除けばやっぱり公共交通機関がちょっと貧弱なので、ここだけ行くというのはですね、非常に難しいんですよ。ですから、どのような形で、まあ、私どもでしたらご案内するかといいますとですね、やはりルートとしてはですね、このグディニアというのがありますけれども、この辺りにグダニスクという非常に大きな町があるんです。そのグダンスクもしくはグダニスクというんですけれども、その町からですね、
そのすぐ南側にですね、まあ、1時間車で1時間ぐらいのところにマルブロク城というですね世界遺産のお城ですね、マルブロク城ですね、あの世界最大のゴシック建築のお城、うん、まあ、あの歴史詳しい方でしたらドイツ騎士団もしくは中東騎士団が居城としていたお城なんですけども、そこがあるんですね。それをちょっと見ていただいて、それからお昼ご飯を食べていただいて、このドゥルジニコですね、マルブロクからだいたい40分ぐらいで来ると思いますけれども、そこで、お船に乗っていただいて、だいたい4時間から4時間半ぐらいですね、でそれであのずっと南の方に下っていきますと、このイエジョラク湖まで到着しますので、イエジョラク湖に到着しましたら、まあですね、まあ、ここで車を乗り換えて、そして車で、まあ、ワルシャワまで3時間から4時間ぐらい走ると、到着するのがだいたい8時か9時ぐらいになりますので、その頃はもう皆さんは車の中でぐっすりお休みになられているという、まあ、そんな感じなんですね。ですからここで車をここからここまで、まあ、ハイヤーしてですね、借りて使ってですね、専用車を使って使用して、この間は並走させる、もしくは先にここでもう待たせておくという、そういう形で行かれるのが多分一番いいと思います。でなぜワルシャワから行かないかというので行ってもいいんですけれども、最初に3時間も4時間も車の中に乗っちゃいましたらもう疲れてしまいますので、その、非常に何にもない元々は要するに農作物を運ぶためのものだったわけですね、あのこの運河というのは。ところがですね、あのモータリゼーションの発達によってそれは全てトラックに変わられてしまって、もう早い時期から観光用になったわけです。その観光用なのでゆっくり走るので、ここで最初に疲れてしまうともうやっぱり寝ちゃうんですよね。そういう意味ではやっぱり先にここを見ていただいて、それからワルシャワに来て、まあ、ワルシャワに来たらもうあとはその後ですね、まあ、クラックに行かれたりとかブロツワフに行かれたりとか、いろんな楽しみ方ができますので、まあそういったことではですね、やはりそのグダニスクの方からこう行かれた方がよろしいかなというふうに私どもでは思います。まあ、先ほど申し上げましたけれども、5月から9月の間です。で今年はですね、まあ、ポーランドは非常にイベントが多いです。まあ、チケットはもうほとんど売り切れてしまったんですけれども、10月にはあのショパンのですね、国際ピアノコンクールもありますし、これ5年に1度ですね。だから5の年と0の年というふうに覚えていただければいいんですけれども、またですね、何代か前のローマ教皇、カトリックのローマ教皇いらっしゃいますね。そのヨハネ・パウロ2世の方があの生誕100周年にあたる、今年100周年なんですね。まあ、そういったことでポーランド非常に楽しいことが、非常にイベントもいっぱい多いので、まあ、そのうちの一つとしてですね、エルブロング運河を、まあ、日程の中に組み込んで、5月から9月の間ですけれども、そうやってポーランドをもっともっと楽しんでいただければよろしいかなと私どもでは思っております。エルブロング運河をご興味がございましたら、ぜひ私ども春風旅行社までお問い合わせください。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。